はい、道場中門の上ですね、中野門番所とその上にある石垣なんですけど、非常に重厚な感じでですね、ゆっくり下り坂っていう、坂に上がると本丸に上がるという感じになるんですけども、こういう石垣ですね、かなり高いもので、結構高い石垣になっているということですよね。これが石垣が高い部分ですけども、かなり組み方もすごいですよね、これね。他のお城でもこういうのはありますけど、一つ一つの石垣がこんなに大きいのってなかなかないんで、で、ここを過ぎるとですね、番所、番所がいくつかありますけど、江戸城の場合は、ここはちょっと小ぶりですよね。小ぶりって言っても何十人、50人とかね、向こう側には200人って書いてありますけど、別に100人とかいてもおかしくはないと、要するに役所の、受付所みたいな感じのところですよね。それ中の見学は今できないんですよね。中も、多分書院じゃないんですけど、そんなような作りにはなってるのかなとはちょっと思いますけどね。お畳が引いてあって、おそらく、大番所ですから、門番も兼ねてるようなね、実際にこう写真も残ってるんで、ちょっと説明板を見てみますと、大番所は左に写真に写っている大手中野門、今右側にこれからお見せするところですね、内側に設けられた警備詰所、ここは位の高い武士が勤務していたと。受付と言いましたけど、本当の受付はもっと下にあってですね、要するにここも完全に城内ですから、さらに警備が厳しいという場所になりますよね。ですからここでさらにですね、一人一人チェックしていたんでしょうね。見張り、櫓みたいに上に2階3階とはないんですけども、通る人を、ね、厳重にチェックしていたと。警備って書いてありますから、おそらく、刀はもちろんですけど、武装した兵士がいてもおかしくないですよね。もし何かあればですね、追撃してその場で切り捨てると、そのようなこともあったかもしれませんけど、ここから見てもね、この大きな壁のような、城壁なんですけど、石垣に守られていると、本当に最後の番所という感じですね。この上から本丸のね、今は何もないですけど、広いところに建物群がひしめいていたわけですから、そこへ至る、最後の砦というか坂ですね。上に門が一つありますけども、そこも今建物はないんですけどね、そこは上からやはり監視するような役目で、平穏な時代とは言ってもですね、一応そういう、やっぱり本城に入るわけですから、厳しい監視があったものだと思われます。大番所ですね。今ちょうど人が切れたんで、中野門のこの石垣も巨大なんですよね。今日は逆から入ってきてるというか、いつもだいたい天守を中心に撮ってたんで、同じような逆光ですね。お腹の門の跡ということになりますね。これ門の礎石ですかね。多分そうだと思いますけど、こっちの石垣を撮影してる人なんてまずいないんで、こっち奥は入れないですけどね。ここもね、こんな門かっていうぐらいでかいんですよ、本当にね。超でかいですね。いいショットが撮れそうなんで今お見せしますね。ここ人が出入りするんで、なかなかねいいショットが撮れない時が多いんですが、ちょっとダメか、いいでしょう。こんな感じですね。大番所を挟んだ巨大な石垣、これ上に門があったわけですからね、すごい門ですよね。もう鉄壁ですよね。もうこれ絶対減らせないぞぐらいな、感じですよね。はい、大番所と中野門付近。